皆様こんにちは。旅と旬のウォーキングスポットグルメ巡りインゲンです。今回はオープンしたばかり麻布台ヒルズにやってまいりました。麻布台ヒルズは商業施設の複合体です。今回は六本木一丁目駅からタワープラザを見てガーデンプラザに向かい神谷町駅から抜けるルートでご案内いたします。このチャンネルではグルメを中心にぜひ押さえたいスポットを行く前に聞き流すだけでポイントを抑えられる解説を行っています。行く前の下調べとしてよければ最後までお聞き流しください。六本木一丁目駅からは徒歩7、8分ほど。実は麻布台ヒルズは来春オープン予定のお店もあり、まだ全部の施設が稼働しているわけではありません。タワープラザはオープンも華々しく、素敵なお店が営業を開始しています。東京タワーを目印に歩いていきます。左には併設しましたが外務省の資料室もありました。そしていよいよじゃーん、麻布台ヒルズです。こちらが麻布台ヒルズ森 JP タワー。高さ325メートル、現在高さ日本一のビルとなります。高いのが平気な方は33階までエレベーター無料で展望台に向かうことができます。予約も不要です。夜景がとても綺麗に見られそうですね。今回はランチを中心にお店の料金メニューをご紹介いたしますので、訪れる際の計画の一助となれば幸いです。ではまずタワープラザから。メインの飲食店エリアは3階となります。このように吹き抜けになっており、エレベーターを中心にぐるりと飲食店が囲む配置になっています。名だたる名店がずらり。和食、イタリアン、フレンチ、エスニックとどのお店に入るか悩むと思いますので、雰囲気もご覧になって参考になさってみてください。まずはベテラン紺野シェフがヘッドシェフを務めるオルビーさん。ランチは前菜、メイン、デザートから選べるコース4400円、ドリンクは別会計となります。続いてナチュラルワインスタンドミモザさん。ランチは焼きたてのスコーンやエッグタルト、サンドイッチやドーナツなど自由に楽しくカジュアルにをコンセプトにした商品が並んでいます。続いて生産者こだわりの食材を使用のラシーヌさん。ランチコースはカジュアルが4000円、本格的なものが5500円です。評判のリースサラダは2800円、アラカルトはスープとブレッドで1800円です。ちなみに3アワーズティアルームとあるように15時からはカフェになります。同時に15時からはアペロと、時間帯によってさまざまなメニューが楽しめるレストランです。こちらは南青山でも有名なペルー料理のレストランアルドさん。実はペルー料理って世界で最も美食を楽しめる国に選ばれるほどの美食大国ってご存知でした？訪れた方も皆さん、ペルー料理ってこんなに美味しいものなの？とびっくりされています。ランチコースはなんと1400円とお手頃価格。この価格ならぜひペルー料理を試してみたいですね。代々木に本店のあるアヒーリアさんは本場インド料理のお店。インドの四つ星ホテルで修行を積んだシェフのインド料理は盛り付けも高級感も一味違います。ランチセットは1350円からです。焼き鳥熊脇さんはご予約で満席でした。親会社熊の焼き鳥さんは会員制だそうです。こちらキスリンさんは中華の名店。カウンターでカジュアルで明るい雰囲気。人気の担々麺の入った担々麺ランチは1980円、日替わりランチは1480円、担々麺の単品は1480円でいただけます。そばバーヤマトさんは定休日でしたが、十割そばや季節料理が楽しめるお店です。店内は和の雰囲気、おそば好きの方にはたまらないお店になりそうですね。麻布台ヒルズのコンセプトの通り、緑があちこちに飾られていて綺麗ですね。こちらリストピッツァ by ナポリスタカさん。ナ
ボリスタカさんはイタリアのレストランガイドでも3年連続で三つ星を獲得。名物は星型のピッツァドンサルボ。ピザ職人ペッペさんがプロデュース。前菜ピザドリンクがついて3200円、ドンサルボはプラス600円です。小川まりさんは新鮮な魚介が楽しめるシーフードイタリアン。メインはどれもアサリやカキ、白身魚などを使ったシーフードが特徴。ランチコースは2600円です。サーワンビストロさんはタイのモダンレストラン。オープンからわずか7ヶ月ほどで一つ星を獲得したそうです。常識的なタイ料理に収まらない革新的なメニューの数々。マサマンカレーやレッドカレーなどメインが選べるビストロセットは3450円から。話題性バッチリのタイ料理を試してみたいならぜひ。ガストロバルカルメンさんはスペインの三つ星レストランサンパウのジェレボム・キルボフ氏がプロデュースするスペイン料理のお店。ランチコースは4皿で3850円から。キッチンを囲んで眺められるのも待っている間飽きさせませんね。フカヒレ屋さんもキッチンをぐるりと囲んで調理を眺められるスタイル。ランチコースは6600円から。こちらはキャッシュレスオンリーの店舗。そしてどこもまだまだ予約だけで満席の店舗多数です。リエゾンさんは大阪の大人気のモダンフレンチのお店。ランチのデジュネコースは8800円、ディナーのコースは13200円からです。オチアイローさんは伊豆の名旅館、創業148年の名旅館に本店を構えるステーキハウス。ランチはご挨拶価格3800円。これは今のうちに行っておいた方がいいかもしれませんね。寿司麻布さんはアメリカでミシュランの星を獲得していらっしゃるのだとか。本格的な江戸前寿司のランチは4800円から。こちらもご挨拶価格です。バーラウンジザ・ラバーズラウンジさんはシクスバイオリエンタルホテルさんからの移転オープン。ランチからカフェタイムまではシクスバイオリエンタルホテルで人気だったパンケーキも召し上がれます。バルコニーバイシクスさん、こちらもシクスさんからの移転組。先ほどの麻布寿司さん、オチアイロースさん、ラバーズラウンジさんが移転組になります。こちらも大行列だったパンケーキ、バスクチーズケーキも召し上がれます。バスクチーズケーキは数量限定で1300円、シクスのパンケーキは1600円です。私が伺った際は90分待ちでした。いかがですか？3階のメインのレストランフロアの全体の把握はできましたでしょうか？ショッピングも高級店がいっぱいあって、見ているだけで楽しい雰囲気ですよ。フロアごとに小休止できるソファーもあります。ではがっつりレストランで召し上がるのではなく、カフェを利用されたい方へ1階、地下1階のカフェもご紹介いたします。アルケミーさんはプラントベースのホールフード、肉、魚、乳製品、化学調味料は不使用です。チョコレートは量り売りで 100g 770円から。サンドイッチは1350円から。サラダバーは1800円でカスタマイズすることができます。どのフロアもお買い物だけではなく、夢のようなショッピングの世界が広がっていますよ。こちらパーセントのロゴが有名ですが、店名はアラビカ京都さん、こちらはアラビカ東京さんになります。関東初出店。カスタム焙煎も行ってくださるコーヒーをぜひ。1階はカジュアルな雰囲気。がっつり召し上がりたい方、将軍バーガーさんがあるのはこちら。チキンバーガーは1180円、ダブルチーズバーガーは2380円。コンボにすれば単品価格より割引となります。実は私が大好きなパンのペリカンさん、食パンとロールパンの2種類しかないペリカンさんの食パンを使ったカフェがあります。こちらではそのパンが購入できるのですけれども、伺った日は入荷が14時過ぎとのこと。今回は購入できず残念。そしてみんな大好きホッとする場所、スターバックスは地下1階にあります。対面には麻布台ヒルズカフェもあり、
コーヒーは480円でいただけますよ。フードもホットドッグやサラダもあります。ホットドッグは900円、サラダは1100円です。こちらで特筆すべきは中央広場。都心とは思えない開放感、緑たっぷりの広場が広がっています。小川のせせらぎも楽しめますよ。日本一のビルの展望台は地下1階に専用エレベーターがあります。朝と週末の行列時間は約30分ほどでしょうか。広場にはクレープスタンドもあり、680円で温かいクレープが楽しめます。奥に着席する場所もありますよ。みかんもこれから色づくのが楽しみですね。ガーデンプラザは ABCD とあります。とにかく広いんです。ガーデンプラザ A のあるところが神谷町駅の直結となりますので、寒い時や天気の悪い時は神谷町からいらしてもいいかもしれませんね。ガーデンプラザ C の麻布台ヒルズマーケットのオープンは来春1月です。一部は先行オープンしており、厳選されたトップメーカーがずらり。紅茶の専門店ティーボンドさんも大人気。創業90年以上の博多の和菓子屋さん鈴掛さんもこちらにご出店です。鈴の形の鈴や店頭販売のみのどら焼きも大人気ですよね。さて、ここからは若干駆け足でのご紹介です。とにかく広大で行く先々で見どころがいっぱいあるのが麻布台ヒルズさん。京都の栗の専門店ひさやさん、丹波栗の栗モンブランはお茶セットで2700円です。おばんざいは1600円で、炙りサバ寿司は1300円でいただけます。栗のおこわは1000円でテイクアウトできますよ。私は高尾山に登った後はいつも麓で丹波産の焼き栗を買って帰るのが好きなんですよね。っていらない情報でした。麻布台ヒルズはギャラリーもあり、料金は1800円。カフェもあります。ザ・キッチンさんのケーキセットメニューは1650円です。さて、神谷町駅にやってまいりました。神谷町駅直結の麻布台ヒルズガーデンプラザには、お手頃価格の有名店がいっぱい入っていますよ。STA さんは調理師や管理栄養士さんが調味料から無添加にこだわったお食事。週替わり定食は1600円です。パティスリーカフェデリーモさんは YouTube でも有名なショコラティエ江口和明氏のお店です。バターたっぷりフィナンシェは320円から。お茶の名店中村藤吉さんや蜂蜜の専門店ラベイユさん、オーガニックの正代ビオナチュールさん、チョコレートのツリーもありました。とんかつなら川村さん、タイ料理ならクルンサヤムさん、パッタイは1380円です。ラーメンレイジさんもありますよ。さて、今回は大まかにですが麻布台ヒルズの見どころと全体図をご案内いたしました。ご紹介しきれなかったお店もいっぱいあります。他の動画でご紹介済みだったりもしますので、どうぞご了承ください。今回も行く前の下調べとしてお役に立てれば幸いです。よければチャンネル登録お願いいたします。また来てくださいね。